違った。あーやめて、あんのこれ以上回さないで、ケイデンス上げないで。大田区の歩く残業手当こと絵の描ける VTuber 伊藤ライフでございます。わこれ何をしてるかって、残業だよ、これが残業だよ。自分の身から出たサビを片付けているとこです。何回繰り返したんでしょうか。ライコーに会おうぜ。あ、見て。はい、ファイヤーです。いい T シャツだな。ファイヤーだろ。ファイヤーです。ゾーン移動してまだ戻る。お、あれ生きてるくない、これ。草村どうこ、え、ないやん。え、水上で出てんの。え、じゃあライコーさんがしゃーないなってこうザブ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 電気やのにさ、水の中入ってきてくれるってこと。めちゃめちゃいいやつやな、ライコー。これで出たよ。じゃあマスボ投げます。ありがとうございます。いや、水の上まですいません、ライコーさん。今からですね、45番道路にいるなんか 10% でしか出ないちょっとレアなポケモンがいるらしいので、あ、グライガー、わかる。グライガー、あ、弱点は似合い。血を見ろ。あ、出た。おまぞ？じゃれているつもりで鼻を振り回してくるのがかなりの力なので危ない。あー、じゃあゾウ、わかりやすいけど、待て、これ実は難問じゃね？さすがに脳に瞳を得てる警棒の高い伊藤ライフでも、このゴマゾウをゾウ以外では描かないと思います。ただ問題はゴマの男ですよ。何ゴマって。ゴマ？それこそ植物の。なんなんゴマって。ゴマ。あ、え、ちょ、え、これある、あ、ちょっと待って。あのね、ごま行ってあるよな。目の前で火を焚いて邪気を払うあれ。あ、ごま行とごま像で因果踏める。天地明察。ごま像は火の出る像です。バーニン。緊急企画。ごま像を描いてみよう。わー。これ人気なポケモンなんかな。像ってなかなか出てへんしな。こんな感じでいいんじゃねえかな。あー、で、いいプラン出ちゃった。ファイヤー要素これですね。これね、火はファイヤーです。こう、こう火を吹いてる感じにするの。ああ、すんばらしい発想が神。これ困ってますね。これは無病息災祈っちゃうわ。無病息災、対岸成就、かなり安全。これを感じる、このゴマ像から。邪気を払おうぜ。できました、ライフ先生が考えるゴマ像でございます。それでは、そこには鼻を振り回してくるんですけども、子供だから仕方ないじゃないですか。遊びたい年頃です。見ていきましょう。おいでゴマゾートン。あ、青い、何がゴマ、何がゴマなの。あー、燃えとる。本能寺じゃん。めちゃめちゃ燃え盛っとるやないかい。熱像。熱像、熱像。なあ、色を変えるだけだって。僕は健全な少年少女のために配信をしている人間だぜ。社会的には少しは有名なんだ。しかもゴマゾウは大人気ポケモンと書いてある。古参ポケモンファンの日々のご苦労は想像できない。不正をします。だから気に入った。何を動かしてるんですか今。ちょっと配信がストップしてます。ぐるってます今。すいません。はい、というわけでございました。はい、今ライフ先生頑張ってゴマ像を描いてきました。では見ていきましょう。おいでゴマ像。これは10点が取れたんじゃないでしょうか。すいません。あの、ゴマって何です。あ、サイズ感か。そうか、豆柴みたいなことよな。1点から3点が 40%、 0点が 34%、 4点から6点が 20%、 7点が 4% ということで、サトシの手持ち。あ、だから大人気ポケモンなのね。こんにちは。君は今関東地方への第一歩を踏み出した。何だったらタウンマップで確認してごらん。はぁ、進んどる。あ、恋キングね。食っちまうぜ恋の洗い。洗い以外食ったことない。恋ここ食ったことないけど、洗いだけ食ったことあるんですよ。あれ、韓国も食ったか、あの味噌味のやつ。じゃあすいません、一回スクラッチいきます。217が出ました。リングマ。リングマ？リン？発火するあのリンじゃないよな。また燃やしたら怒られるよな。でも、簡単に考えると、月のワグマであっ
ってんじゃないかなと思うんですけど、でも月のアグマリングじゃないんですよね。月のアグマって下限の月みたいに細い模様が入るだけなのでリングじゃないんですよね。あ、やっべ、ヒントねえぞ。待て、何も月のアグマに限定しなくていいぞ。もっと輪っか要素が回収できるクマがいたよ。天地明察、リングマはマレーグマです。喉の下にね、月のアグマ以上に輪っかがあるクマがいます。さあ問題こっからです。でけえのちっちゃえの。でもゴマゾウのことを考えるとちっちゃいんじゃないかな。リングマからスパイラルグマとかさ、名前的にシンプルやから、こういうポケモンって大体こう進化前な気がしてるんですよね。伊藤ライフ AI はリングマを進化前だと言っている。緊急企画、リングマを描いてみよう。ボン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 。ただちょっと熊吉くん気味あるな。これ系かな。でこっからです。リングポイント。あ、いいね。あ、リング感ある。なんか見たことあんな。あれ、ちょっと待って、なんかこの体型見たことあんな。はい、皆様できました。ライフ先生が考えるリングマでございます。わーい。ここにはおっさんみたいに座ってるけど、そこが逆に可愛い。マレーグマモチーフのリングマちゃんがいますよ。おいでリングマー。はい、ドン。大人のクマだ。あ、しまったー。いそこをこうしてる。誰やゴロリって言ったやつ。ゴロリグマ。ゴロリングマ。リングマのタイミングです。さあさあ、7点を入れたくなってきただろう。どんどん右手の7点筋が火を吹いてきただろう。1点から3点が 53%、 4点から6点が 33%、 0点が 8%、 7点以上が 4% で、はい、リングマーゲットならずでございます。ありがとうございます。うっ、くしゃで、ドンファン？え、そんなスケベでいいの？え、僕ニュースで見たよ。ドンファン。鋭く硬い牙とさらに頑丈な皮膚での体当たりは家をも壊すほど？やっべ、なんか思ってないのが来たぞ。何の生き物だこれ？ファンが何？え、ドンも何？わからん。ファン、ファン、ファン、ファンヒーター。あ、思いついたぞ。はい。これ、ライフ先生が頑張って描いたワニの子なんですけども、ディメノコドンに似てるって言われてんねん、これって。ディメノコドンの原型の恐竜は、ディメトロドンなんですよ。ディメトロドンっていう恐竜がいて、それに回転のコギをひっつけたのがディメノコドン。と、ドンにファンを合わせるんじゃね、これって。なんたらドンで、鋭く硬い牙、頑丈な皮膚を持ってる生き物、いたよ。みんな大好き。メガロドンですね。メガロドンに扇風機をつける。なんでサメが浮いてんだ、竜巻もねえのに。そう、背中にファンがあるから浮いてられんじゃない。来ちゃったわ、来ちゃったわ。これ天地明察、ドンファンはサメです。緊急企画、ドンファンを描いてみよう。サメコプター出た。なんかね、クジラを主食にしてたらしいんです、メガロドンって。地球がなんか寒冷化して、その氷河期に入った時に、クジラが寒いところに逃げちゃったらしいんですよ。お腹空いたよって数をどんどん減らしてったらしいんです。いい。常識にとらわれてはいけない。サソリだって飛ぶんだからさ。そう、あの、背中の特徴的な背びれの代わりに、プロペラがつくんですよ。はい、できました。伊藤ライフが考える、ドンファンでございまーす。はい、クリスタオーフ。そして見せられないよう、いけるでしょう。よそこ歩行してる。え、なんで、何じゃ、何なのドンファンって。いやじゃあ。では見ていきましょう。おいでドンファン。ドン、ゴマゾウだ。ゴマゾウのお兄さんだあれ。あー、ドンファン、お前ら笑うな。過酷なポケモン追いかけをやってるんだ。0点が 93%、 1点から3点が 4%、 7点以上が 1%、 4点から6点が 0%。 で、はい、悔しいですが、ドンファンはゲットならずでございます。ドンとファン、ファンを取るなよ。いや、じゃ、ちゃう、ラスト行こう。いいやんか、もう1枚行こうぜ。233でございます。ん、ポリゴン、ポリゴン2、ポリゴン2。え、進化するの？ポリゴン。ポリゴン進化させんのか。ポリゴン2、頭2つあんの？堂々とさっきあったぞ、僕。うわ、マジ自信ないの来た。ポリゴンの進化ね。
これ分かった。何にしろ一点読みだ。選択肢1、首が2本のポリゴン。選択肢2、あのカクカクのポリゴンがでっかくなったり、足が生えたり、パーツが増えたりする。あかんわ。今回はちょっと電池目立つできません。すいません。鳥なのよね、確かね。ごめんな、その、ライス先生ほんと直線描くのがすげえ苦手でさ、とりあえずなんか鳥っぽいもん描かせて。こんなんじゃなかった気がする。なんかこういうのやった気がする。なんじゃなかったっけ。でもまあこれはポリゴン1を丸くしただけか。これをカクカクに描くことができなさい。苦手なんです、ほんとに。鋼タイプとか、ほんとあかんのよ。ポリゴンとは一番描けへん。ポリゴン2。あかん。これだとまたポリゴンになりますね。こういう描き方。お、あ、あ、いや、いや、ちょ、まさかな、まさかな。ベベルかけてくってこと？いや、今の真剣味を出したけど、つまりライフ先生君は直線を描きたくないだけじゃないのかい？これでお出ししようよ。これで、ポリゴンの分割数が増えました的な。これがポリゴン2ですってお出しして、はぁ、みたいな空気になってんでしょ、今。ごめん、みんな、ごめん。ほんと直線描けねえの、僕。かわいい。これお風呂に浮かべようぜ。はい、完成しました。ライフ先生が考えるポリゴン2でございます。ごめんなさい。読んでいきましょう。精神がやられていく。はい、おいでポリゴン2。ドン。丸い。おお、音割れるぐらい声、おでけえ声出た。あ、ちょっと待って、と戸惑いすぎて、あ、手震えてでもこれは僕が欲しかった調理じゃない。7以上が 97%、 4から6が 1%、 1点から3点が 0%、 0点が 0%。 初めてじゃない、こんなに高得点なの。このポリゴン2は打速機交換券となります。今日から仲間だ、打速機。最終回手前やけど来てくれたよ。本日の成果物でございます。ゴマゾウ、ドンファン、リングマ、ポリゴン2でございます。そしてなんとポリゴン2がお絵かき成功により、打速機、こちらゲットでございます。というわけで皆様、また明日お会いしましょう。それでは、おつライフでございました。エンディング。だって、天地目指す言ってないやん、多分、こいつ。あ、ほんまや。しまった。言ってない、言ってないのに、やっぱ正解導くのはダメだって。天地名札は負けフラグっていうのを覆さなきゃいけねえんだよ、僕は。サメ飛ぶって。サメコプターで飛ぶんだって。